琉球王朝時代の琉球宮廷、琉球、琉球士族の人たちです。琉球王朝時代のその士族の方が来ていたっていう衣装ですね。で、マソさんはその沖縄の民謡だけではなくて古典音楽、それから組踊りという、去年秋の能がありましたけど、組踊りにも、ね、関わっているという、さあいろんなタレントの豊かな方なんですけども、今日ちょっと1曲、せっかくなので、まあ、みんなで準備してるあれですね、1曲、あ、2曲かな、5分ぐらい、マットさんタイムを取りたいなと思いますので、皆さん拍手で、はい、お願いします。じゃあ、ちょっと準備をしていきたいと思います。石垣島に住んでますけど、八重山は本当に歌、踊り、芸能の宝庫と言われていまして、各島、各集落に本当に立派な歌がたくさんあります。で、今日は一曲だけ、鳩間節、鳩間島っていう島があるんですけど、多分じ、まあ、人口は何でですかね、多分50、60ぐらいしかいないと思いますけど、こんな鳩間節っていう本当に僕は大好きな、歌があります。で、元の歌は、すごくゆったりして、ゆっくり、歌を歌う。で、ちょうど100年ぐらい前に沖縄本島の、踊りの方がその曲を取って沖縄本島で、早弾き、早く、歌うようにして、早く踊るようにした曲ですけど、今日は、最初はそのゆっくりしたバージョン、その後に早いバージョンをやっていきたいと思います。どうぞ聴いていただきます。Thank you.
いやよ、どうぞ。